Akhenaten in English or Akhenaten in Japanese or you may know him as father of King Tut, meaning effective for Aten, known before the 5th year of his reign as Amenhotep IV, was an ancient Egyptian pharaoh of the 18th dynasty who ruled for 17 years and died perhaps in 1336 BC or 1334 BC. His families are, however, wrapped with deep mysteries in the history. Who are they? Where are they from? Amenhotep 4世、またの名をアクエンアテン、あるいは英語ではアカナーテンと言いますが、ツタンカーメン王の父親といえば分かりやすいかもしれません。そのアクエンアテンというのは、もともとはアテンに役に立つ、effective for Aten という意味だそうです。古代エジプトの第18王朝のファラオで17年間統治した後、紀元前1336年もしくは1334年に亡くなったと言われていますが、その家族は歴史の深い謎に包まれています。アクエンアテンの家族とは、そしてツタンカーメン王とは一体誰なのか、そしてどこから来たのか。広し林、浜松セリージャパン。
古代エジプトの神々もまた歩行補助装置のようなものを、使用していたのでしょうか。でこのレリーフをさらに調べてみるとですね、いわゆるアクエンアテンとネフェルティティの3人の娘ということになっているそうですが、どうも様子がおかしいんですね。本当に娘なのでしょうか。そして頭の後ろには王権リングのリボンをつけています。下はアンダルシール1世とアフラマズダーのレリーフです。で中央のアンダルシール1世が、このような形で即位したということを表しているわけですけれども、やはり頭の後ろに、王権リング、そしてリボンをつけているのがわかります。でそれと同じものがですね、このいわゆるアクエンアテンと、ネフェルティティの頭の後ろに表現されているということです。このようにエジプトもですね、ペルシャとつながっているということになります。でこのレリーフの中に描かれているアフラマザーの像に注意していただきたいんですけども、足がありませんね。いわゆる丸くなって収まっています。で壊れた割れたということではなくて、明らかに意図的に円形に彫り込まれている点に注意してください。で、結論ということになりますけども、ますます謎が深まるということです。これは歩行補助装置に乗っている、アクエンアテンとネフェルティティということになるのではないでしょうかという、大変ロマンチックな話ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Mr. Alex M.G. wrote to me as follows. Yes, I know you think they are asexual, and I strongly believe you are correct. I am researching this topic myself at the primordial god of creation in all religions and mythology was androgynous.I think you are into something big here. The ancient Egyptian god Akhenaten had a feminine shaped body but was supposed to be male. However, some have breasts as well as a man's genital, therefore they are both genders in one body, I would say.そうです。彼らエイリアンは無性、つまり男女の性はないであって、私はあなたが正しいと強く信じています。私も自分でもこの問題に取り組んでいます。あなたは深い問題に取り組んでいると思います。つまり全ての宗教かつ神話における創造の神は両性、つまり男女の性を同時に持つであったとです。古代エジプトの神のアクエナテンは女性系の体つきでいながら、一般には男性と考えられています。胸がある一方で男性器も持っています。つまりそれゆえに両方の性を一つの体の中に持っているということです。アレックス MG より、広し林、浜松市、ジャパン。そこにあるものを素直な心であるがままに見る。それで謎は向こうから解けてきます。ツタンカーメンの父親と言われているアクエンアテンです。アクヘナテンとも呼ばれています。でこのアクエンアテンを見てですね、
これが人間の体なのかということです。あるいは男性の体なのかということですね。で、こうしたミイラも見つかっています。アクエンアテン、つまりツタンカーメンの父親です。その父親とその兄弟の間に生まれたのがツタンカーメン王、別名キングツツです。そしてその母親はやがて亡くなり、同じく兄弟、つまり姉妹のうちの一人ネフェルティティと、まあ、結婚という形もどうかと思いますけども、まあ、その間に生まれたのがメリタテンという、まあ、ツタンカーメンにしてみればですね、妹ということになります。それは今日のテーマではありません。頭を見てください。異様に長いのがわかりますね。私が横長超等人間と判断している頭蓋骨です。で、中央がアクエンアテンです。で、これが壁画といいますかレリーフですね。で、向かって右側にいるのが父親のアクエンアテン、そしてその左にいるのがネフェルティティ、つまり、お母さんですね。そしてここにいるのがツタンカーメン、そしてさらにその左にいるのがメリタテンということになります。このアクエンアテンを見てください。どう見ても人間離れしているわけですよね。で、それについてアレックス MG さんという方から冒頭で紹介しました手紙が届きました。つまり古代の神々は無性、性がなかったということですね。あるいは両性を合わせ持っていたということです。そして大変興味深いことを指摘してくださいました。女性系の体つきで一般には男性と言われていると。で、もう一度見直してみました。あるがままを見ていただきたいと思います。まあ、こうした像はですね、あるがままを表現したものと私林浩司は考えています。違った像を作ること自体が当時の雰囲気からしてですね、許されなかったことだと思います。で、この体つきを見るとですね、誰が見ても難しい分析など必要なくてもですよ、これは少なくとも女性の体つきということになるのではないでしょうか。この黄色い丸の中に弾痕らしきものがないのも大変気になります。ともかくもこれがアクエンアテンの像ということになります。そしてアレックス MG さんが指摘なさっておられるように、どうやら胸らしいものもあるようです。大きく膨らんでいるのがわかります。別の像でもそれが表現されています。この赤い丸の部分に注意してください。この乳首を見るとですね、これは女性の乳首ということになるのではないでしょうか。まあ、もっともね、男性でもこのような乳首を持った方はいらっしゃいますので決めつけることはできませんが、しかし、まあ、こうして考えるとですね、やはり古代の神々は無性もしくは両性具有であったことがわかります。で、結論ということになります。古代の人たちは自分たちが見たものをそのままありのままに懸命に残そうとしました。こうした像もそれらの中の一つということになります。となると、今私たちがすべきことは、こうした像を見てありのままにそのままそれをまず解釈するということではないでしょうか。ひん曲げて、ねじ曲げて、こじつけて、自分たちの都合の良いように事実を覆い隠してはいけないということです。大切なことは、そこにある事実をあるがままに素直な心でまず見るということではないでしょうか。そして古代の人たちの心に帰って、
彼らが私たちに何を伝えようとしたか、それを知ることではないでしょうか。私はアクエンアテンの像を見ながらそんなことを考えました。いかがですか。 Bye for now。Leonardo da Vinci wrote, There are three classes of people, those who see when they are shown, and those who do not see. But I, Hiroshi Hayashi, reckon that there is another class of people, those who can't see even when they areShown。 ダヴィンチはこう書いています。世の中には3つのクラスの人がいる。物を見る人、見せられてから見る人、そして物を見ない人が、私林博士はもう一つのクラスの人がいると思います。つまり見せられても見ることができない人です。博士林浜祭りジャパン。左がツタンカーメン王の頭蓋骨とツタンカーメン王の家族の像です。右は一般的なヨーロッパ人の頭蓋骨です。この両者は違います。誰が見ても違います。どう見ても違います。広瀬やし浜祭りジャパン。アカナーテン in English or?アクエンアテン in Japanese, or you may know him as father of King Tut, meaning effective for Aten, known before the 5th year of his reign as Amenhotep IV, was an ancient Egyptian pharaoh of the 18th dynasty who ruled for 17 yearsand died perhaps in 1336 BC or 1334 BC. His families are, however, wrapped with deep mysteries in the history. Who are they? Where are they from?アメンホテップ4世、またの名をアクエンアテン、あるいは英語ではアカナーテンと言いますが、ツタンカーメン王の父親といえば分かりやすいかもしれません。そのアクエンアテンというのは、もともとはアテンに役に立つ、effective for Aten という意味だそうです。古代エジプトの第18王朝のファラオで17年間統治した後、紀元前1336年もしくは1334年に亡くなったと言われていますが、その家族は歴史の深い謎に包まれています。アクエンアテンの家族とは、そしてツタンカーメン王とは一体誰なのか、そしてどこから来たのか。広瀬やし浜祭りジャパン。
一見するとクッションのようなものの上に足があるのがわかります。しかしその足には奇妙な器具のようなものがつけてあるのがわかります。また腰掛けている椅子のようなものも奇妙です。つまりこれら2つが一体と、あるいは一対となって、そのエイリアンたちが座る道具、あるいはクラフトになっていたのではないかと私は考えています。あくまでも推察ですけども、同じようなものがタシル・ナジェールでも見つかっています。奇妙な乗り物に乗っているように見えます。古代エジプトの神々もまた歩行補助装置のようなものを使用していたのでしょうか。で、このレリーフをさらに調べてみるとですね、いわゆるアクエンアテンとネフェルティティの3人の娘ということになっているそうです。が、どうも様子がおかしいんですね。本当に娘なのでしょうか。そして頭の後ろには王権リングのリボンをつけています。下はアンダルシール1世とアフラマズダーのレリーフです。で、中央のアンダルシール1世が、このような形で即位したということを表しているわけですけれども、やはり頭の後ろに、王権リング、そしてリボンをつけているのがわかります。で、それと同じものがですね、このいわゆるアクエンアテンと、ネフェルティティの頭の後ろに表現されているということです。このようにエジプトもですね、ペルシアとつながっているということになります。で、このレリーフの中に描かれているアフラマザーの像に注意していただきたいんですけども、足がありませんね。いわゆる丸くなって収まっています。で、壊れた、割れたということではなくて、明らかに意図的に円形に彫り込まれている点に注意してください。で、結論ということになりますけども、ますます謎が深まるということです。これは歩行補助装置に乗っている、アクエンアテンとネフェルティティということになるのではないでしょうか、という、大変ロマンチックな話ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。Bye for now. Mr. Alex M.G. wrote to me as follows. Yes, I know you think they are asexual, and I strongly believe you are correct. I am researching this topic myself at the primordial god of creation in all religions and mythology was androgynous.I think you are into something big here. The ancient Egyptian god Akhenaten had a feminine-shaped body but was supposed to be male. However, some have breasts as well as a man's genital. Therefore, they are both genders in one body, I would say.そうです。彼らエイリアンは無性、つまり男女の性はないであって、私はあなたが正しいと強く信じています。私も自分でもこの問題に取り組んでいます。あなたは深い問題に取り組んでいると思います。つまり全ての宗教かつ神話における創造の神は両性、つまり男女の性を同時に持つであったとです。古代エジプトの神のアクエナテンは女性系の体つきでいながら、一般には男性と考えられています。胸がある一方で、
男性器も持っています。つまりそれゆえに両方の性を一つの体の中に持っているということです。アレックス MG より、広し林、浜松市、ジャパン。そこにあるものを素直な心であるがままに見る。それで謎は向こうから解けてきます。ツタンカーメンの父親と言われているアクエンアテンです。アクヘナテンとも呼ばれています。で、このアクエンアテンを見てですね、これが人間の体なのかということです。あるいは男性の体なのかということですね。で、こうしたミイラも見つかっています。アクエンアテン、つまりツタンカーメンの父親です。その父親とその兄弟の間に生まれたのがツタンカーメン王、別名キングツツです。そしてその母親はやがて亡くなり、同じく兄弟、つまり姉妹のうちの一人ネフェルティティと、まあ、結婚という形もどうかと思いますけども、まあ、その間に生まれたのがメリタテンという、まあ、ツタンカーメンにしてみればですね、妹ということになります。それは今日のテーマではありません。頭を見てください。異様に長いのがわかりますね。私が横長長頭人間と判断している頭蓋骨です。で、中央がアクエンアテンです。で、これが壁画といいますかレリーフですね。で、向かって右側にいるのが父親のアクエンアテン、そしてその左にいるのがネフェルティティ、つまり、お母さんですね。そしてここにいるのがツタンカーメン、そしてさらにその左にいるのがメリタテンということになります。このアクエンアテンを見てください。どう見ても人間離れしているわけですよね。で、それについてアレックス MG さんという方から冒頭で紹介しました手紙が届きました。つまり古代の神々は無性、性がなかったということですね。あるいは両性を合わせ持っていたということです。そして大変興味深いことを指摘してくださいました。女性系の体つきで一般には男性と言われていると。で、もう一度見直してみました。あるがままを見ていただきたいと思います。まあ、こうした像はですね、あるがままを表現したものと私林博士は考えています。違った像を作ること自体が当時の雰囲気からしてですね、許されなかったことだと思います。で、この体つきを見るとですね、誰が見ても難しい分析など必要なくてもですよ、これは少なくとも女性の体つきということになるのではないでしょうか。この黄色い丸の中に弾痕らしきものがないのも大変気になります。ともかくもこれがアクエンアテンの像ということになります。そしてアレックス MG さんが指摘なさっておられるように、どうやら胸らしいものもあるようです。大きく膨らんでいるのがわかります。別の像でもそれが表現されています。この赤い丸の部分に注意してください。この乳首を見るとですね、これは女性の乳首ということになるのではないでしょうか。まあ、もっともね、男性でもこのような乳首を持った方はいらっしゃいますので決めつけることはできませんが、しかし、まあ、こうして考えるとですね、やはり古代の神々は無性もしくは両性具有であったことがわかります。で、結論ということになります。古代の人たちは
自分たちが見たものをそのままありのままに懸命に残そうとしました。こうした像もそれらの中の一つということになります。となると、今私たちがすべきことは、こうした像を見てありのままにそのままそれをまず解釈するということではないでしょうか。ひん曲げて、ねじ曲げて、こじつけて、自分たちの都合の良いように事実を覆い隠してはいけないということです。大切なことは、そこにある事実をあるがままに素直な心でまず見るということではないでしょうか。そして古代の人たちの心に帰って、彼らが私たちに何を伝えようとしたか、それを知ることではないでしょうか。私はアクエンアテンの像を見ながら、そんなことを考えました。いかがですか？ Bye for now.